こんにちは、姉夏美17歳です。姉夏美、ただいまイタリアにおります。イタリアに行く前にトラブルがあったので、ちょっとお話しさせてもらいたいと思います。なぜならば12時35分に出発予定の飛行機が9時15分、21時15分になるっていうことになりまして、これを見た時のこの絶望感、あれなんかチェックイン始まらないなと思っていて、なんかわた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 係員の方がされていたんですけど、これ見てみたら21時15分まで飛行機出ないんじゃんって思って、残念ながらもう一回家に帰ろうかなと思ってね、一度家出たんですけど帰りました。そして21時15分のフライトはね、これはぴったりでしたね。初めて今までアリタリアに乗ったことあるんですけども、イタに初めて乗りました。ベンベヌート、いやようこそっていらっしゃいって書いてありますね。もうやっぱりこう海外の飛行機はワクワク度が違いますよね。そしてお楽しみのこれは、パスタのメニューの方です。本当は日本をしばらく離れるからライスにしようと思ったんですけど、聞かれる間もなくなぜかパスタを置かれてしまいました。パンがあったかくってすごい美味しかったです。そしてこれがね、朝食になります。朝食なんでちょっと若干暗いんですけども、パニーニがあったかくってとっても美味しかったです。でもそれ以上はちょっと食べられなくて持ち帰りました。そして映画はね、ウォンカを見て楽しむことができました。なんかもうフライトが14時間半とか、結局14時間かからないで着いたんですけども、ロシアの情勢があって、ロシアの上を通らないっていうことで、今まで11時間とかで着けていたローマがもうめちゃくちゃ遠くって、もうやば死ぬと思ったんですけどね、ここにもね12時54分って書いてありますね。飛行時間がね13時間で着くことができました。それでね、もうやっと本当にやっとローマに着いたんですけど、ローマ早く着いたおかげで今度5時間待たなくちゃいけなくって、朝食を食べて待っていました。これがイタリアの定番の朝食です。ちょっと5時間も前に着きすぎてしまったもんですから、なかなか飛行機どこから乗ったらいいかの搭乗口が出なくって、とにかくうろうろしていて、この日は飛行機に乗ってるはずなのになぜか1万歩歩いてるという大記録を達成しました。さあそしてね、いよいよ A の33っていうのが見つかったので、そちらの方に行ったんですけど、見てアリタリアですよ。アリタリアの飛行機今頃使ってるって、なんとなくイタリアだなって思いました。でこれが私が乗るイタです。めっちゃブルーでかっこいいですよね。なんかやっぱりイタリアはアズーロって言って、青いイメージが私あるんですけども、やっぱり青のイメージでイタリアのこの飛行機をカラーリングしたのかなって勝手に思っています。到着しました。いよいよこれに乗り込みます。これがまたね、遅れるんだわ。もう向こう迎えに来てるっちゅうのにね、もうしょうがないよね、イタリアの飛行機だから。行けただけまともって思ってちょうだいってよく言われます。電車なんか遅れんの当たり前だし、そうそうそう、それがイタリアっていうのをだんだん思い出してきました。でね、いよいよこれバーリーに向かってで乗り継ぎをして出発するんですけど、飛行機の中からなんかね、やっぱりチンクエチェントとかイタリアの車がたくさんいっぱい走ってるのが見えまして、それがね、あーイタリアに来たなって感じましたね。今回ちょっと映ってないんですけど、私順番待ちする飛行機とかもすごい大好きで、グイーってちょっと U ターンする時とかに、なんか何列目の何番目に自分たちが飛ぶんだなとかって思うとちょっとワクワクしませんか？後ろ見ると次のまた順番待ちの飛行機がいたりとかして、さあいよいよここからね加速します。測ったんですけど24秒ぐらいでふわっと浮かび上がりましたね。飛行機ってすごいですよね。あっという間に空に飛び立ってしまってね、
めっちゃ感激しました。ここでいよいよフィウミチーノ空港からバーリンに向かって出発です。そうするとすぐにこう海が見えてきたんですね。このね、海はティレニア海ですね。ちょっとごめんなさい、読み方が怪しかった今度ね、着く時はね、アドリアナ海が出てくるんですけど、そっちの方はなんか記憶があったんですけど、このティレニア海がなかなかちょっと思いつかなくて、なんか適当なことを言ってしまいましたが、正式にはティレニア海に向かって飛び立ちました。ここからもうあっという間にね、1時間で着くんですよ。さっきのローマまでの飛行機の中で夜出発になってくれたおかげで、私6時間ぐらい飛行機寝られたので、あっという間にね、着くことができたんですね。見てください、この青い海、すごーい。この雲の上をいるって最高ですよね。雲の上に雲があるってなんか皆さん考えたことありますか？雲の中を通ってる時も結局霧なんですよね。だから自分が雲の中にいるっていう感覚がちょっと分かりにくいんだけど、でもこの雲見てると本当にね、綿菓子みたいで、子供の頃空を見上げると、ああ雲食べてみたいな、雲の上で寝転がってみたいなって思いませんでしたか？あ、これがねアドリアナ海です。このアドリアナ海からバーリンの空港に一気に着陸するんですけど、驚くほどすぐでした。で、これね、右に左にあるのはですね、これオリーブの畑なんですね。プーリア州はオリーブがとても有名で、これ全部オリーブです。成田に来るといつも茶色い土で落花生畑が広がるからすごい寂しいんですけど、まあまあまあ、こちらもあのオリーブ畑がいっぱい広がっていて、ちょっと千葉と似てるなって思いました。全然違うけど着きました。今のね、ドーンっていう、これでね、地上に着くことができました。ローマで着いた時はね、皆さん拍手喝采が出たんですけど、なんでだろうと思ったんだけど、さあさあさあ、これでねバーリーに降り立ちましたよ。いい天気なんだけど、めっちゃ寒い。これからまたイタリア編をお届けします。